デルカダール王が魔物に取り憑かれていたことは、立ちどころに城中に広まった。あ、もう普通に広まったんだ。本物の王はすぐさま解放され、イレブンたちは王の目覚めを待ちながら一晩休むことにした。そしてその夜、王。またここ。いや、コート脱げ、靴を脱げ、カバンを下ろせ。あ、出てきたこいつ。こいつの目的はやっぱり勇者の星を落とすことだったのかな。で、そのためにウルノーガの存在が邪魔だったっていう、そういうことじゃないこれ。あ、起きた。じゃあなぜか幼なじみのエマいるんだけど、ちょっと部屋まで入ってきたの怖いんだけど、どうしたの。イレブン、おはよう。よく眠れたみたいね。いや、外で待っててよ。マルティナさんから伝言があったの。王様から大事な話があるらしくて、玉座の間に来てほしいそうよ。あ、ありがとうございます。きっといい知らせに違いないわ。イレブン、胸を張って王様に会ってきてちょうだいね。はーい。いや、なんかエマちゃんの行動ちょっと怖いと感じるようになってきてしまったな、だんだん。お願いしまーす。ガチャ。なんかずっとデルカダール城にいる感じするな。あ、みんな集まってる。シルビアちゃん、立ち方がおしゃれね、相変わらず。もう元気なったのかよ、デルカダールがよ。話は進化たちとマルティナから聞いた。わしは悪夢に囚われている間、ずいぶんひどい王だったようだな。ああ、いや、なんか評価はされたけど、この国は、政治は評価されてた。この世界はウルノーガに焼き尽くされ、地上の命は耐えていたことだろう。ああ、いや、まあこの世界一回滅んだんですけどね。イレブンだけは知っている。勇者よ、よくぞ悪しき元凶ウルノーガを倒し、ロトゼタシアを救ってくれた。お、改めて。そなたこそ古の勇者老主の名を継ぐにふさわしい若者。今ここに勇者の称号を授けよう。おお、ありがとうよ。てか勇者ってそういう称号だったの。ああ、また盛り上がってる。昨日も見たぞ、この盛り上がるくだり。俺たち、とうとうやったんだな。倒したな、ウルノーガ。いや、こっちの世界だとめっちゃあっさり倒しちゃった。お姉様？お、ベロニカ？え、どうしたん？ごめんなさい。今こうしてみんなとこの場にいることが、あ、なんだかすごく幸せな気がして。いや、やっぱこれ記憶あるじゃん。嫌ですわ、お姉様ったら。私たちはいつだって一緒だったじゃありませんか。いやー、いない未来もあったんですよ、セーニャさん。そうよね。変よね。まあやっぱこういうの見るとさ。ありがとう。あー、いや、いいってことよ。いや、こういうの見るとやっぱ、巻き戻してよかったのかもなって感じはある。褒め落ちの件とか、まあいろいろ気になることあるけどさ。お、あ、塔じゃん。あれ、砕けてる、オーブ。え、光った。いや、何うなずいとんねん。え、何今の。オーブが壊れてた。おい、一斉に喋るの聞き取れないから。え、暗くなった。なんだ、急に暗くなりやがった。いやー、まあそうだよな、まだあるよな。とてつもなく邪悪な気配を感じます。邪悪な気配、この力一体どこから。いや、やっぱあれじゃん、勇者の星関連だろう。そういえばウルノーガが最後に変なこと言ってたよな。変なこと。時を遡ってきたのはお前だけだと思うなよとか。ああ、あれは一体どういうことだ。ウルノーガも時を超えてきた存在なの。おお、兵士入ってきた。王様、大変です。直ちにバルコニーへお急ぎください。バルコニー、勇者の星に異変が。いやー、やっぱり勇者の星だわ。なんだと。いや、今度はウルノーガがいないからさ、止める奴がいないんだろう。わしは先に3階のバルコニーへ向かう。そなたたちも急いで来るがよい。いや、はい。え、なんかめっちゃ焦ってるじゃん、デルカダール。いや、走り方走り方気持ち悪い、デルカダール。腕を振れ。あ、おさえまいるじゃん。空が変な色になったから不安になってきちゃったけど、一体何があったの、イレブン。
来ちゃうよね、エマちゃん。さっき王様が青ざめた様子で3階の方に駆け上がっていったわ。心配だからあなたも行ってあげて。バルコニーか、3階の。行ってみっか、じゃあイレブン。時を遡ってきたのはお前だけだと思うなよか。それ引っかかってんな、赤目。お前ってのはイレブンのことだよな。たく、売るのかの野郎、わけわかんないこと言いやがって。いや、あれじゃない、あの黒いヨッチに向かって言ったんじゃない、お前っていうのは、って俺は感じたけどな。勇者の星はイレブン様の象徴。あ、そうだったんだ。一体勇者の星何が起こったというのでしょう。これね、バルコニー出ます。おお、空が、異変が起きている。いや、これはどうやって止めるんだ、ウルヌ。なんと禍々しい空の色だ。マガ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 って単語よく出てくるな、ドラクエ。みんな、あれを見て。ああ、なんか懐かしい。ベロニカのみんな、あれを見て懐かしい気がする。いや、落ちてきた、勇者の星。勇者の星が落ちているのか。いや、あれが落ちたら世界崩壊って言ってたよな。落ちとる。やっぱあの、いや、やっぱこいつがやってるんだ。なるほど、こいつが真のラスボスなのかな。ああ、これね、はいはい。前の時間軸だとね、ウルノーガー破壊してたけど。お、喋ってる。かつて我が肉体ウルノーガに滅ぼされた。だが肉体、あ、肉体なの、ウルノーガなき今。邪魔する者はいない。え、めちゃくちゃ落ちてきてるじゃん。時空を超え、ようやく。あ、こいつもやっぱ時を超えた。一つになれる。はあ、おお、なんかいる。復活の時、なんか復活した。えー、いや、ちょ、落ちてる落ちてる落ちてる。おお、ちょっとサマディ大丈夫これ。え、落ちちゃったじゃん。いや、なんか出た、何これ。こいつがラスボス、真の。いや、鳥山明、なんかこういう頭つるっとしたデザイン好きだな。うわうわ、なんかえらいことなってる。いや、サマディ大丈夫マジで。めっちゃ近いよね、あそこ。あ、戻ってきてる。勇者の星が落ちてしまったのか。一体何が起ころうというのじゃ。なんか出てきたな、勇者の星。何やら胸騒ぎがしてならん。勇者の星の様子を見てきてくれぬか。え、マジで見てきていいの。いや、な、恩恵なんかいるけど。勇者の星が落ちたのはバクラバ砂丘の方角、デルカコスタ地方へ赴けば何やら見えるやもしれん。勇者直々見てこいと。おいよ。お、私も勇者と共に行きます。将軍、このタイミングでか。うん。仲間になるのかこれ。あ、こっち来た。これまで勇者に刃を向けてきた償いは、勇者の助けになることで果たさせてほしい。ああ、仲間になりそう。まだ俺にも守るべきものがある。お前が世界を救う勇者なら、俺は勇者を守る盾となろう。ああ、この世界線だとこういう感じで仲間になった。ああ、でも前のさ、最後の砦の戦いを経ての仲間に加入もすげえ好きだったけどな、俺は。まあまあ、でも仕方ない、将軍仲間になった。よし、これで全員揃ったな。おい、出る方あろうがよ。いや、こうやって玉座に座った状態で話すの初めてだな。なあ、出るかだろうがよ。勇者の星が落ちてしまうとは一体何が起ころうというのじゃ。なんか復活してたけどな。おう、見てくるわ。じゃあ、え、じゃあ早速行ってみる。おさえま、王様との話が終わったら一緒に石の村へ帰ろうと思ってたけど。ちょっとそれはめ。じゃあもうそれ決定事項だったの。勇者の使命があって大変だと思うけど、旅の途中で石の村にも寄ってね。だってあそこはあなたの故郷ですもの。いや、そうだけど。いや、そのユグノアの方に行きたいとかそういうのもあるんじゃないの、イレブン的に。イレブン、やっと本物のデルカダローに会えたのに、また旅に出なきゃいけないのかい。いや、そうなんだよ、まあまあ。やっぱりあんたはおじいちゃんの言った通り、大きな使命を抱えているんだろうね。気をつけて行ってくるんだよ、イレブン。
いや、マーマは毎回気持ちよく送り出してくれるな。村長、いや出たよ、もう靴の裏にどこで踏んだんだよ。お前最近ずっと城の中にしかいなかっただろう。どこで踏んだんだマジで。そなたの長い旅もようやく終わると思ったが、まだその時ではなかったようじゃな。まあこうなったら維持の村の代表として最後までやりきってくるんじゃ。途中で止めたらすっきりせんじゃろ。いや、すっきりせんというか、明らかやばいやつ復活してたから。なんとかしに行くよ勇者イレブンが。デルカコスタ地方、なんかルーラ使えないから徒歩で行くしかないみたいな。え、なにこれ。え、なんかムービー始まった。お、ドラクエ3じゃん。お、馬。ちょ、名前も知らないイレブンの馬が来た。え、マジで名前知らねえ。え、この馬名前ついてないよね、リタルフォーみたいに。いや、名前つけてやれよイレブン。え、なんでドラクエ3突然。なんで、なんかそういうオマージュ。お、すげえフィールド曲変わってる。待って、でも馬よりさ、キラパンの方が早いんだわ。ごめんな、せっかく来てもらって。あでもそうか、曲はこれになるのか。あー、まあせっかくだし3のフィールド曲にしとこうかな。ごめん、やっぱ乗るわ。え、なんで、なんか3のオマージュみたいなのがあんのかな今から。めっちゃでかいドラゴンいる。え、戦ってみる。ブラックドラゴン、ジャ。何こいつ、初めて見た。ジャって何。おー、ベレカちょっと。いきなり死んだんだけど。おい、加減しろバカ。おらー、よっしゃ、おっしゃ。なんかフィールドの敵強くなってんだな。え、てかなんで曲変わったんだろう、フィールド。なんかそういうファンサービス的なやつなのかな。いやでも確かにこの曲いいよな、ドラクエやってるって感じするよな。かつてデルカダールの牢にぶち込まれた俺と、牢にぶち込んだ側のグレイグのおっさんが仲間として一緒に旅をするとはね。グレイグのおっさんって、前旦那って言ってなかった。あんまりまだ親しくないからおっさん呼びなのか。世の中何がどう転ぶかわからないもんだな。立場はどうあれ、目的は同じだし腕が立つ。心よく受け入れてやろうぜ。あーでもこれ将軍に対する印象は聞けるのはいいね。前の時間だと聞けなかったからな。グレイグ将軍とこうして旅をするなんてなんだか不思議な気分ですわ。今後はお互い助け合わねばなりませんね。助けてあげてね。でも将軍というのはよそよそしいですわね。え、そう、なんとお呼びするのがいいでしょう。グレイグ様、それとも盾王子様。盾王子様もおかしいな。いや、エロ将軍でいいよ、ゼニアさん。それか、ドスケベマッチョとか。ドスケベマッチョひどいね。グレイグってすっごく背が高いのね。勇者の星が落ちた時よく見えなかったから、グレイグに肩車してもらえばよかった。え、ないそれ。かわいい。見たかった。もともと敵対していた関係なのに、こうして一緒に旅ができるなんて不思議だわ。生きていればこういうこともあるものなのね。生きていればね。いやでもベロニカと将軍の絡みが見れるのは嬉しいな。まさかグレイグちゃんが仲間になるなんて不思議な巡り合わせもあるものね。私としてはちょっぴり嬉しいわ。あ、ちょっぴりなんだ。それにしてもグレイグちゃん、もう暗い部屋でもちゃんと眠れるのかしら。うん、気にしないで。そうなの。ただの独り言よ。あー、昔そうだったんだ。いやマジ、マジ昔の将軍すげえクソ雑魚じゃない。毎日泣いてたって言ってたし。最近のイレブンの強さもさることながら、デルカダールの将グレイグが加わったなら、もはやわしらにとって恐れるものはない。そのはずなのに、なんじゃろうなこの寒気のようなものは。邪悪な気が好みを刺すように感じられるぞ。あ、みんなはまだあの復活したやつのこと見てないのかな。グレイグはデルカダールが誇る猛将、敵に回した時は厄介だったけど、味方になれば彼ほど心強いものはいないわ。うん、ネタ的にもね、パーティーにいてくれた方がいい将軍は。さあイレブン、勇者の星の様子を見に行きましょう。デルカコスタ地方へ急ぐわよ。ふぅ、おいって言えよ。もうイレブン、これまで悪魔の子などと呼んで追い回してきた俺を仲間として受け入れてくれたこと感謝しているぞ。てかやっぱそのクソダサ服なのか。今まで王と国民を守るため身を捧げてきたが、これからはお前たちと姫様のため、どんな場所へも共へ参ると誓おう。おお、じゃあ早速パフパフ屋行くか。ケーキ漬けに好きだろうな。いや将軍来たな。 あそうだ、ちょっと待って、
撮りたい写真がある。あーいいじゃんこれ。いや将軍とベロニカのツーショット撮りたかったんだよなー、ずっと。いやこの2人のツーショットはね、時渡らないと撮れなかったからな。いやーなんかベロニカめっちゃ可愛いわー。なんかあのイベントを経たせいかな、なんかすげえ可愛く見えるベロニカが。いやでもね、ペロペロとか言い出すとさすがにちょっと気持ち悪いと思うから、ベロニカの見た目的にもちょっと控えますけどね。いやそれぐらいなんかめっちゃ可愛い、なんかベロニカすげえ好きになっちゃって俺。めっちゃ可愛いなベロニカ。いい写真。こっち？こっちで合ってるっけ？なんかこの辺の地理あんま、あ合ってるっぽいわ。めっちゃ雨降ってるけど、これはそういう演出か。あれ落ちてない。なんて大きさなの。あれまた上がったの。様子を見てこいとは言われたが、こいつはぶったまげたな。なんなんだよあの黒い物体は。あれムービーだと落ちてたけどな、あの後また上がったのか。表面からマガマガしい気を放っています。メガメガ聖なるものでないのは確かですわ。マガマガセンサーが反応したわ将軍。あれが勇者の星なのかしら。このまま放ってはおけないけど、空の上にあるんじゃどうしようもないわ。ケトスか、勇者の峰だっけ。行く勇者よ。えお困りのようじゃな。え、ちょっとこの声は。おお生きていたのかウルノーガ。やっぱりウルノーガ。いやなんで。あこれあれか、このわしがウルノーガとな。ああ、そうか。お主らにはわしがウルノーガに見えるのか。預言者か。いやなんでその姿だ。わしはお主らの世界では預言者と呼ばれておる。これなんだっけ、人によって変わるんだっけ見た目。預言者だと。ああそうな、神は知ってるよな。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな。いやでもなんでウルノーガ。そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。なんか印象に残ってる人の姿になるのかな。とはいえこの姿では落ち着かんじゃろう。めっちゃいい声だしな、なんか。ああ変わった変わった。でこの人普通に現実世界にも出てこれるんだな、こんな感じで。わしには見える。お主らが神の使いケトスに乗って天空の民と出会う姿がな。ケトス、天空の神。神の使いケトスに天空の民だと。なんだそれ。あれ神の民のこと、天空の民。伝説の笛の音が彼の地へ導く。あ、消えようとしている。わしが言えるのはそんなところかの。お前消えるのか。ちょっと待ちなさいよ、全然わからないわ。笛、あーでもイレブンはわかるよな意味。残された時はわずか、ぼんやりしている暇はないぞ。さ、行くがいい。笛はベロニカが持ってるのかな。消えた、ベロニカ。あ、やっぱり持ってた。伝説の笛って言われてもこれしか持ってないし、何か心当たりある。いや心当たりあるも何も。あ、久しぶりの悪魔の子。ないなあ。え、他に当てもないし試しに吹いてみれば。あ、マジで。こんな強引な感じで吹かされるんだ。え、てかいいのこれ、ベロニカ吹いてたやつでしょ。まあいいか今さら、散々吹き倒してたしな今までも。いきなりいい感じのメロディーを奏でられる男。わ、来たよ。マジか。いや来た。いやちょっとあのなんか釣りするくだりとかいらないの。その辺すっ飛ばして来ちゃったけど、いきなり。おお、危ない危ない危ない。ちょっといろいろはしょってるな。クジラが空を飛ぶですって。勇者の峰で釣りしなくても来るんだ。あれが神の使いケトスなのでしょうか。よくわかったな、セイニャさん。そうだよ。ん、何か、何笑とんねん。あ、驚いてないのね。あ、預言者に会ったのも空飛ぶクジラを呼んだのもまるで初めてじゃないみたい。いや初めてじゃないんだよこいつは。まあいいわ、
私たちはいつも通りあんたについていくだけだから。おー、ついてこいよベロニカ、今度は守ってやる。それじゃあ行きましょう。あの空飛ぶクジラに乗って天空の民ってのに会いに行くわよ。行こう行こう。いや、ベロニカ可愛いわ。ベロニカと一緒に閉店作業とかしたよ楽しそう、うん、すげえ明るく喋ってくれそう、いろいろ。あ、勇者の星。え、これさすがにまだいけないか。あー、弾かれる。あ、マグ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 結界に覆われている。となんだっけ、神の民のとこ行くのか。あったあった、これね。あ、待って、なんか家増えてんの？神のためのぞ。あ、そっか、魔王が覚醒してないから。おーおーおーおお。あ、家がめっちゃある。へえ。あ、なるほど。魔物に襲われなかった世界だから、残ってんだ、全部。え、すげえ。あ、これはすごいな。なんだよ、ここは。町ごと空に浮いてるのか。なるほどね、これなんか伏線回収的なことなのかな。これは古の昔、あ、誰、生き物たちは大樹の加護のもと長きにわたって繁栄し、クーロ、我ら神の民も大樹のしもべとして平和に暮らしていました。突然ガイドみたいなの出てきたけどうわぁ、なんだその顔。え、ナマズみたいなやつ来た。ですがある日、闇が空を覆い、遥か天高くより災厄が飛来しました。いや、急に話し出すよ。その災厄の名は、うん、ニズゼルファ。ニズゼルファ、あ、出た。ジージが地上に現れた黒い太陽、解読してたやつ。あれはニズゼルファの復活を示しているのかもしれません。あ、あいつがニズゼルファなんだ。ニズゼルファとはかつて地上を地獄に落とした最悪なる邪神の名。おお、邪神ね。いた、そういえばちょこちょこ出てたな、邪神。ケタスを操りし勇者よ、事態は一刻を争います。さあ、長老様のもとへお越しください。長老、あ、長老とかいるんだ。へえ。預言者の言っていた天空の民とは彼らのことに違いあるまい。うん、なんか神の民って言ってたけどな。黒い太陽、あれは勇者の星ではなかったのか。とにかく長老に会ってみるとしよう。おお、そうするか、将軍。なるほど、あれがニズゼルファ、邪神の名だったんだ。へえ。こんにちは。勇者様、ようこそいらっしゃいました。ここは古の昔より命の大樹に仕える一族、神の民が住む里です。あ、やっぱり神の民だ。長きにわたって天空よりロトゼタシアを見守ってきた一族として、あなたにお伝えすることがあります。まずは長老様とお話しください。長老ね。え、てか、あいつはあの掃除してて助かったやつは、あいついんのかな。目でわかるな。あいつなんか黒豆ねじ込んだみたいな目してたから、うんあの目でわかる。クーロンという神の民の口ぶりからして、あの者たちは黒い太陽について何か知っていると見える。名前も知ってたしね。ここは彼の言葉に従い神の民の長老に会ってみるとしよう。何か手がかりが手に入るかもしれんぞ。もうそうしよう。将軍なんか長老に会いたがってんだ。ベロニカ、神の民は人の言葉を喋ってるけど、私たち人間とは完全に別の種族のようね。ね、明らか違うよ。でもこちらに敵意はないみたいだから、気さくに話しかけてみましょう。気さくに気さくに話しかけないといけないんだ。それ難易度高いな。すごい、今日天気いいですねみたいな。イレブンちゃん見た？神の民の丸くてふっくらした体、なんて可愛いのかしら。いや、ジージも丸くてふっくらしてるよ、シルビアちゃん。見てるだけで癒されちゃう。ぜひあの子たちとお友達になりたいわ。いや、ジージを見て、ジージを見て癒されてあげて。クーロンというものによると、天高くより飛来した災厄ニズゼルファがあの黒い太陽に関係しているらしい。てか、あれがニズゼルファそのものなんじゃない？しかしこれだけでは意味はわからんな。とりあえず彼の言う通り、この里の長老に話を聞いてみるか。行ってみるか。おっ、え、何してんの何してんの。祈りのおり捧げる捧げる、祈りのおり捧げる捧げる、めぐりんめぐりんめぐりんぱ、感謝しゃん感謝しゃん。何それ祈り捧げてんの。ああ、わかりやすいな、祈りの捧げ方が
なるほど。あ、命の大樹に。いやもう出たよ。今日は自慢の皿さ、いや気にしないから。こいつはそもそも紙とかないから。そういう寝癖とかの概念ないから大丈夫だって。祈り脳裏ね。ん？どういう意味かって？これは古い神の民の言葉で、命の大樹よ、その恵みに感謝しますって意味さ。ああ、そうなんだ。古い言葉割と分かりやすいな。命の大樹は僕たちの大事な神様だから、こうしてお母さんと一緒に毎日感謝、お母さんだったよ。お前子供だったのか。そしてこっち母親だったのか。いや、ウリ二つすぎるだろ。そっくり親子すぎるわ、お前。こっちかな。お、あれなんか魔物がいる。あ、魔物もいんのここ。うりゃうりゃ、俺は長老様の用心棒だ。長老様に失礼があれば俺が許さんぞ。なんだとてめえ。そのスライム強奪してやろうか？ああ？イレブンはそういう前科あるからな。容赦ねえぞ。どっすんどっすん。さあ悪い奴はどこだい？長老様に逆らう奴は容赦しないよ。なんか魔物が普通に暮らしてるんだな。めっちゃ人がいる。あ、それ長老？ああ、掃除、掃除やつじゃん。我らが長老イゴルタプ様です。え、左のやつあれだよな、前の時間にあったやつ。長老様は神話の時代から生きている方だよ。あ、やっぱり声一緒だわ。普段は深い眠りについておられるからめったに目を覚まさないんだ。そこ長老が座るとこだったんだ。勇者を前にすればイゴルタプ様も目覚めると思いましたが、仕方ありません。イゴルタプずっと寝てるんだ。伝わる神話について私の方からお話ししましょう。あ、はい。こちらの壁画をご覧ください。壁画、ああ一回見たけどね、前の時間の時に。これね、古の昔、邪悪の神ニズゼルファは命の大樹に眠る大いなる力を狙い、このロトゼタシアに現れました。これがニズゼルファか。邪神は大勢の魔物を引き連れ、邪悪な正気で地上を怪我したのです。世界は滅びの時を迎えようとしました。なるほど、命の大樹を狙って。しかし万物の創造主たる命の大樹はこのことを予見し、一人の救世主を地上に使わしていたのです。救世主、それが勇者。その者の名は老主。あ、老主。あなたの祖先、伝説の勇者です。なるほど、邪神と戦ったって言ってたもんな。それはケトスの背に乗って大空を舞い、広大なロトゼタシアの大地をめぐって共に戦う仲間を集めました。なるほど。そして戦士ネルセン、賢者セニカ、魔法使いウラノスという頼もしき3人が勇者の元に集ったのです。はいはい、あの過去の記憶で見たやつね。4人は力を合わせ勇者の剣を作り、邪神討伐へと向かいました。はあ。長き戦いの末、ついに邪神を倒し平和をもたらしたのです。え、でもその邪神がまた復活したってこと？その話が本当ならば、倒したはずの邪神がなぜ今になって復活したんじゃ。なあ、倒してなかったのさ。残念ながらそれは私にも分かりません。え、だってずっと勇者の星としていたってことだよね。勇者が生まれた意味は分かります。ニズゼルファ、あなたと邪神は表裏一体。邪神を倒すためあなたが生まれたのでしょう。なるほど。え、じゃあウルノーガって何だったんだよ。一体どう立ち向かえばよいのか。ウルノーガマジでたまたまいた悪いやつだったの。え、でもなんか苗木じゃよ。お、長老。起きてる。苗木。おお、長老様がお目覚めだ。そら違うわ。みんな静かにするんだ。その苗木じゃない。長老様がお話になるぞ。苗木とは何ですか、長老。大樹様の苗木を頼れ。苗木がすべてを知っておる。大樹の苗木？そんなあったっけ。いや、また寝たよ。マジ一瞬だけ。一瞬だけ起きたな。そうか、そういうことか。お、クーロンは何か分かってるぞ。あなたにお渡ししたいものがあります。入り口にある太陽の神殿に来てください。ああ、太陽の神殿ね。まあ一個だけ残ってたとこね。あ、動ける。おい、掃除やつ久しぶりだな。苗木が全てを知っている。クーロン様はこの言葉に心当たりがあるみたいだね。ああ、まあやっぱり記憶はないよな。
クーロン様は里の中央の浮島にある太陽の神殿で勇者の兄ちゃんを待ってるよ。前はこいつだけは生き残ってたんだよな。長老、めちゃくちゃ寝づらそうだけどな、そこ。イゴルタパは深い眠りについているよ。すげえ足痛くなりそう。宝箱はすげえ雑に置かれてんだ。これなんだ？うお！え、最後の鍵だ！ちょっと。いや、こんな雑に入手していいの？マジか。こんなとこに最後の鍵が。これは？小悪魔ワンピ。いや、何これ？なんか変な手に入れちゃった。なんでこんなとこにあるんだ？そんなの。え、これはじゃあ。エンジェル、いや、な、ワンピースがめっちゃ落ちてんだけど、何これ？いや、これ何これ？イゴルタップ様は年のせいもあり、普段は深い。いやいや、ちょっと、ワンピとか最後の鍵の説明が欲しいんだけど。伝説の勇者の面識がある長老様の言葉は勇者であるあなたへ。この辺の説明ないのか？なんかすげえ雑に置かれてたけど。あ、あるじゃん、エンジェルワンピ。しかも着せ替えなんだけど、これ。わあ、すげえ、めっちゃ可愛い。あ、いいじゃん。あ、羽もついてる、ちゃんと。めっちゃ似合う、ベロニカ。いいじゃん、これ。おキャワーじゃん。しばらくこれにしとくか。いや、ベロニカなんかさ、着ぐるみとか制服とか、ちょっとネタっぽいのばっかだったからさ。いや、これ普通に可愛いのあるのいいね。服として。いい。じゃあ、小悪魔は？セイニャさんか？あ、セイニャさんだわ。これ何？あ、ちょっと待って、見た目。小悪魔、スタイル。うわぁ、ちょっと。いや、ホリー？これホリーの趣味？ねえ。いや、なんか若干の親父臭さ感じるの俺だけ、これ。ちょっと。なんかコスプレ感あるなぁ、ベロニカのに比べると。なんか独特のきつさがあるなぁ。どうしよう。まあまあ、でもせっかくだし、これにしとくか。いや、まあ、将軍とかこういうの好きそうなんか。ああ、かわいいかわいい。いや、これ逆でもよかったんじゃないって思うけどね。セーニャさんが天使で、ベロニカが悪魔の方がしっくりきたんじゃないって感じあるけど。まあでも、あえての逆なのかな、そこ。いや、でもこのベロニカマジでかわいいわ。すげえかわいい、この服。セーニャさんはなんか、ハロウィンの時渋谷にいそうな感じがありますね、やっぱりこれは。おい、来たでー。太陽の神殿、ガチャー。こんにちは。あ、いるいる。なんだっけ、クーロンか、クーロン。どうしたん、クーロン。あちらの苗木は、遥か古の時代からこの地を見守ってきた聖なる苗木。あ、苗木。その中には、当時の記憶が眠っていると言われます。あ、この苗木を調べろってことなのか？確かにこれ苗木だったな、そういえば。将軍が頭につけてたやつ。残念ながら、ここにある聖なる苗木からは、邪神ニズズルファを倒す手がかりを得ることはできないようです。 あ、そうなんだ。この苗木じゃないんだ。地上にある3本の聖なる苗木の記憶を読み解けば邪神討伐の手がかりが得られるやもしれません。あ、地上にもあるの聖なる苗木。それではそちらの台座にある聖なる種火に手をかざしてください。あ、聖なる種火ね。いや、何でも頭に聖なるがつくな。聖なる足拭きマットとかもあるぞ。これはあざが反応している。おお、これまた種火手に入れる感じ。いや、ベロニカ可愛いわ。セイナさんもなんか見慣れたら可愛く見えてきた。種火は持ち越しできなかったのか、これ。この世界に。おお、またそこに収まった。何だったんだ今のは。聖なる種火の炎がその器に宿ったってことか。うん、それ神前も言ってたと思う。ああ、手に入れた聖なる種火。これまたどっかで使うってこと？聖なる種火はロトゼタシアの創造主である聖竜様より受け継いだもの。え、何それ、初めて聞いた。光は勇者の力を呼び覚ますと言われています。聖竜、そんなんもいるんだ。その聖なる炎はあなたがニズゼルカを倒す旅を続ける上できっと役に立ってくれるでしょう。またどっかで使うんだ、これ、種火。長老様、ここでいいんですか？あ、長老来たわ。あ、長老、目覚めてる、完全に。長老様、おはようございます。口臭そう、長老。ずっと寝てたし。わしもその者らの眠れる力を
呼び覚ましてやろうと思っての。眠れる力？何それ？まさか長老様がこんなところまで足をお運びになるとは。ちょ、全然話聞いてないじゃん、クーロン。眠れる力って何？この者らの目には希望の光が宿っておる。光を絶やしてはならぬ。ほう。大樹の葉より生まれ入れし子らに大いなる祝福を与えん。なになに、何の力？おおおおおお、みんな光ってる、すげえ。なにこれ、なにこれ、なんか覚醒したの？お、すげえ、なんかいろいろ、あ、なんか覚えた、いろいろ。潜在能力が解放されてレベルが低い。へえ、なんだそりゃ。潜在能力？ルーラの行き先を思い出した。すげえ、力が湧いてくるみてえだ。あ、イレブンと同じぐらいのレベルになったってこと？勇者がいるから邪神が生まれるなどという誤った伝承がよからぬ因縁を生んだ。あ、長老、そなたがその長きにわたる因縁を断ち切るのじゃ。なるほど、勇者と邪神の因縁を。清流の加護があらんこと。出た、清流。ロトゼタシアの想像じゃ。ああ、ちょ、おお、大丈夫。頭打ってた。長老、寝たか。ああ、寝たわ、寝いったわ。はあ、なんか覚醒したな、イレブンたちが。久しぶりに起きたから、きっと疲れちゃったんだね。起こさないように連れてってあげよう。おお、気をつけて。はあ、なるほど。じゃあその三本の聖なる苗木を地上で探すのか。そう、地上にあるという三本の聖なる苗木を探しに行くとしよう。何事もなかったよ。そこから邪神討伐の手がかりを見つけるのだ。おお、そうするか。はあ、苗木そんなあったっけ。